はいはいはい。100万円置いてみる。でいいか。拾う人いるのかね、本当にね。お茶爆した人だけコメントって拾わないそれも。ナチュラルで。寒い寒い。さて、コンビニに行きましょう。いや、天気いいじゃん、めちゃくちゃ。お天気最高じゃん。まずはコンビ、ステッカーなんで？ステッカーいらないっしょ。なんでいるの？寒い寒い。うるさいな、ガチャ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 言ってんの。やってから言ってくれる。まだ何もやってないんだけど。ほんとしつこいよね、ガチャ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 。あーでもない、こうでも。だったら見んじゃねえよって感じだよ。しつこいね。いや怒ってばっかだよ。うちとらね、2時間しか寝てないんだよ、こっちは。チンコしゃぶって2時間しか寝てないんだよ。頭くるだろう。いや、いいよ、別に今ここでやめてもね。見たくない、見たい、どっち？別に見たくないなったらやめてもいいよ、今すぐ。いや、正直な意見を聞かせてよ。別にいいんだよ、やめても。痛いんでしょ。寒、寒い寒い寒い。寒い寒い。なんで100万円置くのってさ、もうさ、その理由も答える必要ないよね。知らねえわ、私だって。ねえ、知らないよ。なんで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 ね。こっちだってなんでだよ。なんでそんなの聞くのよ。こっちだって点点点はてなはてなはてなだよ。盗撮やな、盗撮なんかしてないでしょ今。いつ盗撮したよ。
どこ行くの？今コンビニでお金を下ろす。それ準備する。ちょっと朝ごはん先に食べた方がいいかな。最高13度ぐらいなんで、じゃあ暖かいんだね。日陰はね、さすがに寒いんで、日陰は日向行くと暖かいけど、うん、50万円しか下ろせ、2万円しか下ろせないよ。なんで100万円下ろすのよ。ねえ、2万円しか、両面ダミーよ、ダミー。寒い寒い。ダミー。風が強い。そうそう、上下に1万円ずつで完成。あ、寒い。こうね、両面で、中は普通の紙で100万円室内に入りたい。もう冬だわ。100万円じゃないで、別に100万円下ろしてもいいけど、別にどっちでもよくない？そこじゃないんだよね。そこじゃないの、私がやりたいことは。別に偽物だろうが本物だろうがね、別にどっちでもいいんですけど。寒い。よいしょ、 ATM。 寒い。3万円ぐらい下ろそうかな。3万円、だ、本物の100万円なんか使うなんて一言も言ってないんですけど、ちゃんとお家出る前に説明したよね。そういうのさ、説明すんのやらんでね、一回ね。本物、別に本物でもいいよ、どっちでもいいね、私は。だから、ですね、そうだね、川崎は速攻で盗まれんじゃないの。ちょっと待ってね、ここ一回座って、ここでブワーって人の中に列とかできちゃったりしてね。待って、今ね、作るから100万円ね。これね、でも診察っぽいのがいい。あー、でもこれギリいけるかな。これをこの中に入れればいいでしょ。ダメな、折れ曲がっちゃう。
これを真ん中に、帯を真ん中にすればいいのかな。あ、ぽい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 ね。いいんじゃね。ぽいよね。こうやられたらわかるけどね。両面じゃなくて片方でいいな。いいっしょ。いや、あと封筒だね。封筒。封筒に入れてあげればぽくなるっしょ。封筒、封筒、これ？これかい。よし。じゃあここに。そうでね、封筒落ちたらひどいよな、分厚いね。これ。じゃちょっとさ、はみ出るぐらいな感じの先っちょがね、こんぐらいはみ出てるみたいな、こういう感じよね。やばいし。バンになるって、なんでバンになるの。ね、めっちゃ見えるよね。本物に見えるだろ、これ。でもさ、コンビニで帯付きっておかしくない？今思ったけど。コンビニで帯付き。もうその時点でわかるよね。あ、そこまで考えて、まあね、確かに、わーってね。もらった人に、拾った人にプレゼントにする？そうするともう何枚飛ぶのよって感じの。一瞬で拾われちゃったら終わりだよね、もうね。1万円です。これ千円札でダメかな。1万円じゃなくて、ちょっと変更みたいな。千円の玉だったらいいんじゃない？なんで1000で100枚でいくらなんだって。10万円でそれだってん。ねえ。でさ、自分が拾ってさ、ショックを受けるってさ、なんで拾ってショックを受けんの？それはもう完璧に盗もうとしてるよね。普通は、警察に届けようとね。警察に届けようとするやん。ね。ね、普通は。それで、あーってよくあった偽物なのねって落とした人いないのでで終わりじゃん。じゃないの。私だとそういう気持ちになるけどね。あ、これ本物じゃなかった、よかったーになるじゃん。落とした人いないのねで終わるじゃん。それが普通の感覚なんじゃないの。なんだよ。ステーキだから1000円でもそうじゃん。
ないとね、拾わないと思うよ。拾いたいけど拾わない人が多いと思うよ、川崎はね。意外と少ないと思うよ、100万円欲しい。倒れててもね、何もしないから。今日なんな、今日土曜日9時28分に来るな、928。大きい駅とちっちゃい駅どっち行く？大きい駅の方はサラリーマンとか多くて、この時間は人少ないね。ちっちゃい駅は、結構あのこの時間多いね。小さい駅行く。じゃあ新庄だね。土曜日に年末でサラリーマンなんている？いるに決まってんじゃん。まだ仕事してるしよ。あら、カップルが、カップルがいるわよ。最近よくカップル、冬休みだからカップルいる。全然気づいてない。寒い。パチンコ屋の前とすぐすぐ取られんじゃない？パチンコさんね。そう、隠れなきゃダメなの、梨いるからね。意外と見もしないよね。どこに置いてたな。一応しまっとくわね。寒い。遠くから見てた方がいいよね。遠くからね。近くにいたらやっぱ警戒されるんね、明らかにね。顔映さないようにしてもダメなの、大丈夫だと思うよね。顔映んなきゃ誰が誰かわかんないね、ぶっちゃけね。足とかだったら映さない、映さない。顔は映さない。そこぐらいは配慮しますよ、そんぐらいはね。そんぐらいは。横領罪に該当する。何が、何の話？何横領罪って。取ったら横領罪になるんだ。でも交番に行くかもしれないもん、そのまんまね。
どい阪神全然ひどくないじゃん。上でブーブー言ってる人のあれが分かんないんだけど、なんでテレビで未来のドッキリとかモニタリングとか、じゃあさ、人をねどうのじゃなくて拾われるか拾われないかの単純なことだよ。偽物で拾うか拾わないかのただの単純な話。偽物で偽物、1枚だけ本物。いやもうめんどくさいんだよガチャガチャが。もうやめよっかな、もう気分悪いこっちが。なんでやる前からガチャガチャ言われなきゃいけない、マジで。もうやめよっかなマジね、ほんとに悩んだけど、マジこんな文句言われたらね。えこの間もそうで、多摩川にただ散歩行くっていうだけで不謹慎なの、なんなのってさ、気分悪いんだけどマジで、はっきり言って。いやこうなるじゃないでしょ。せーな、本当にガチャ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 。どうせねガチャガチャ言ってんのね、なんとかって言ってるやつね、多分自分あのお金拾ってそのままポッポに入れたことある人よ。普通そんな発想出ないもんね。だいたいね1万円とか拾ってそのまんまねポッポに入れてるもん。さあどうしますか。もうやめるかい、行くかい、どうする、どうしますか。行かない行かない、もうそこまで言われると行かない、もう動かない、こっからもうここにずっといる、ずっといるわ。マジで帰ろ、もうムカついた、やめた、これ捨ててくわ、これ。拾ったら横領なのこれ、今自分で落としたのが横領になんの、俺自分で落としたの、これ横領になんすかこれ。ちょっとでここではやめようかな、ここ場所悪いわね、場所が悪いわね。めっちゃ悪いよね。こういうとこってさ、こういう置き忘れとかあるよね、意外とね。おかしい。よくあれ、駐車場とかに財布が落ちてたりするじゃん、上のとこにさ。
そう、公衆電話とかでそのままで携帯とか置いてきて、もう帰ろうかな、もうめんどくさくなっちゃう、もういいやー、もう、もういっそ寒いし、もうやる気なくなっちゃった、マジで。やる気。もうあったかいお家の中で、出前かなんか頼んじゃうかな。でも掃除洗濯してね。また企画、ちょっと待ってね。リーさん、私あなたのコメント覚えてますよ。さっき否定的なコメントしてたのに、企画倒れって言ってるのはどういうことかな。私はバッチリ覚えてますよ、あなたの名前。チェリー。あなた否定的なコメント打ってたくせになぜ企画倒れっていうのかしら。どっちなの。寒い。もういいや、もうそうやってもうやる気なくなる、林引退します、もう今日で。もうやる気なくなったわ、こんなん。林引退しますってね、ほんと。もう今日で終わり、ちょうどいいんじゃない2019年ね。もうね、楽しいかなと思って考えたことがね、やるなとかね、死ねとか言われてね、もう何もやりたくなくなっちゃうわ、ほんと。放送終わったらアカウント消しちゃおう。放送終わったらピッとで、ツイッターも消しちゃおう、ね、会いたい人はお店でね、会ってくれればね、いいのよ。ほんと、もうネットからは消えるわ。もう満足しちゃった、満足。ねえ、高い100万円ごときでさ、ガチャガチャガチャって言われるんだからさ、ねえ、たかがね。はあ、何にもやりたくない、何もやりたくなくなっちゃった。はあ、無力って感じ、無気力って感じ。もう食べることもできないかも、今日は。ショックすぎて。ご飯も食べれません、今日は。喉も通んない。風邪ひいてるし。二日酔いだし。本当にやだやだ。何やってもダメ。これやってもダメ。つまんない。やめろ。毎日毎日言われてやだ。何のためにやってんだろうね。何のためにやってきたんだ4年間。バカみたい。やだ。本当にあの時の気持ちはどこ行っちゃったんだろうね。みんなに会える楽しみ、喜び。なあちゃん、今日も楽しかったよ。また明日も待ってるねっていう言葉がね。そんな日もある。はあ、そんな日もあるじゃない。毎日そんな日です。やだね。5万円も返ってこないし、結局いつ返ってくるのかしら、リスナーさんに貸した5万円は。
ね。湧いてこないな、気力が。なんかどうでもいいって感じ。だったら今日昼寝してた方が良かったわ、お昼まで。ね、4時まで起きてて、6時に起きて、ボタンを押さなきゃよかった。やだ、時を戻そうじゃない。食べる気力もない、痩せちゃうよこのままじゃん。もう帰ってきちゃったよ本当に、どうしよう。いつもの私だったら続行してるけど、もうダメ。なんで帰ってきちゃったんだろう、マジで帰ってきちゃった。いつもだったら続行すんのにな。うん、寒いからとかじゃなくて、なんかやる気がなくなっちゃった、外行く。5分間だけ引退させて、マジで5分間だけ引退するわ。今5分だけ待ってて、引退するから。いや、なんかダメだったから、なんであんな言われんだろう。私が気にしすぎなのかな今日。なんか、あの内容おかしかった。100万円落とすっていうの、私の感覚はやっぱずれてんのかな。気にしすぎ。フルーつける。ちょっと気にしすぎなのかな最近、こういうの。デブはすぐやむ、デブ関係なくない？いや、この間もね、多摩川行こうとしてたので、ちょうどなんかメイクしててね、アースラーかな、リトルマーメイドので、ちょうど多摩川で中学生が亡くなったからっつってね、お花をあげに行きましょうっつったら、ね、なんか不謹慎だって、行くのやめろとか言ってね。で、いつもだったらそのまま続行するんだけど、その時もうやめちゃったんだよね。だから今日も一緒だよ。え？そう、今日も一緒だよね。今日も中断しちゃったのな。引退に近づいて。人を不快にさせることばかりと。だってやってないじゃん今日。今日実行してないでしょ。何も言われることないんだけど私。戻ってきて帰ってきたじゃん。やめて。やろうとしてたけどやってないじゃん。やってないってことはやってないじゃん。え？ないものをあるなんて言えないしよ、ものが。存在しないものあるなんて言えないじゃない。
ね、これ3000円で買ったんだけど、これどうする？これ3000円、またゴミが増えたの。もったいないの。なんか サイン帳にしようかな。サイン帳、ほら、リスナーさんがリアトツ来たらこれ1枚ピュッと取ってサインしてね。ね、ああ、出前でも食べてゆっくりしようかな。ね、ちょっとお掃除して、ちょっと切り替えるね、パソコンにね。パソコンに切り替えますね。いいですか？ちょっとそのままお待ちください。